シュトーレン、もう帰っていいよ。あと俺がやっとくから。いや、社長、最後までやらせてください。そしてシュトーレンって何ですか？私はシューカです。これやるって、お子さんのお迎えあるでしょ？大丈夫です。家庭のことで会社には迷惑かけたくないので。シュトーレン、仕事なんかより家庭の方が大事。とにかく大丈夫ですから。じゃああっちは俺がやるしかないか。あっち？で、もういない。とりあえず集中してやらないと。1時間後。よし、今日の分は終わった。って、もうこんな時間？保育園のお迎え間に合うかな？急がないと。じゃあお先に失礼します。あ、お疲れ様です。シューカさん、なんだか最近シューカさん忙しそうですね。最近旦那さんと離婚されたそうなんですよね。え？離婚？はい、旦那さんが浮気をしたとかで。それで4人のお子さんを一人で育ててるからかなり忙しいみたいなんです。そうだったんですね。俺たちに何かできることないかな。私はシューカ、4人の子供を持つシングルマザーだ。浮気をする家族を裏切るような旦那はいらない。私一人でもどうにかできると思って離婚したけど、一人で4人を育てるのはなかなかにきつい。でも自分で選んだ道なんだから弱音なんて吐いてられないよね。はぁ、アイ先生、遅くなってごめんなさい。ああ、お疲れ様です。全然大丈夫ですよ。みんな面倒見てもらってる。あ、いや、面倒見てるんで。え、面倒見てる？レオンくん、爪伸びてるよ。私が切ってあげる。社会人なんだから身だしなみちゃんとしないと。レオンくんってば。まったく。レオンくん、目。ごわ、ごめんなさい。社長、なんで社長がここに？シューカさんの代わりにお子さんを引き取りに来たって来たんですよね。でも保護者じゃないと引き取りはダメって言ったら、シューカさんが来るまで遊んでるって。あっちを俺がやるってお迎えのことだったんだ。ちょっと社長。あ、シュトーレン、おかわり。レオンくん、お母さんはシューカってお名前だよ。人の名前を間違えるのは失礼だよ。レオンくん、常識ないんだね。レオンくん、目。ああ、ごめんなさい。うわ、うちの子たちにフルボッコにされてる。どうにかしようと思ってくれたのはありがたいですけど、こんなことをしなくていいですから。私は一人でやれます。心配はご無用です。シュトーレンはどうしていつも一人でやろうとするの？仕事の時もそうだよね。だって自分の仕事は自分で責任を持ってやり遂げるべきだし、この子たちの母親は私ですから。責任を持つってことは大事だけど、全部一人でやらなくていいと思うよ。仕事は会社のものだし、子供たちは国の宝物でもあるんだよ。だからさ、俺たちにも少しずつ分けてよね。結構です。今日はありがとうございました。さ、帰ろう。みんな。あれれ、なんだかシリシリしてるね。レオンさん、ピリピリです。シリシリなんて人参シリシリぐらいでしか聞きませんよ。シューカさん、責任感が強い人ですからね。自分でどうにかしなきゃって自分を追い込んじゃってるんだと思います。そっか、炊き込んじゃってるんだね。追い込んでです。自分で選んだ道なんだ。だから他人に迷惑なんてかけるわけにはいかない。自分一人でどうにかしないと。お母さん、大丈夫？何が？顔が怖かったよ。ああ、大丈夫大丈夫。ちょっと考え事してただけだから。それより今日のお夕飯何にしよっか。あれ？お母さん？ママ！ママ！あれ？なんで私、家にいるの？ちょっとレオンくん、砂糖と塩間違えそうになってるよ。あっちょんぶりけ。兄ちゃん、もう俺がやるからさ。
レオン君はこっち来てよ、遊んであげるから。へえ、めんどくせえ、遊ぼっか。え、社長と守さん。よかったです、目が覚めて。あ、花子さんまで。どうしてここに？シュウカさん倒れたんですよ。え、それでシュウカさんのお子さんたちが保育園までご主人様を呼びに行って、ご主人様がシュウカさんをここまで運んできたんです。そうだったんですね。ちなみにお医者さんにも来てもらって診断してもらいました。過労で倒れてしまったとのことです。本当にご迷惑をおかけして申し訳ありません。いえ、迷惑だなんて。ああ、とっても迷惑。あ、ちょっとご主人様。お母さんにひどいこと言わないで。だって本当のことだもん。倒れられたら迷惑だよ。俺にだってオセロとかオセロやる予定でケツプッチンだったのに。ケツカッチンだよ、レオン君。そんな言い方、シューカさんにだっていろいろ事情があるんですし。ああ、俺は甘やかさないよ。心をポニョにして言うよ。レオン君、鬼。ポニョは魚の子。あーね。社長の言う通りですよね。体調管理もできないなんて、社会人失格。そう、失格。だから俺も失格だと思います。守さんまで、本当に申し訳ありません。どうにか改善しますので、首だけは。本当に改善するの？はい。じゃあ。兄ちゃんさすが、ナイスアイデア。いや、それはさすがに。じゃあ首にするよ。これは社長命令。どうする？そんな、ずるいですよ社長。レオン君、ずるいの目。うわ、ごめんなさい。そしてそれから1ヶ月が経ったある日のこと。もしもし、お姉ちゃんどうしたの？聞いたわよ、あなた離婚したんでしょ？ああ、うん。じゃあ旦那がいなくなって部屋が広くなったわよね。私たち秀華の部屋にこれから住むことにしたから。何言ってるのお姉ちゃん。いいじゃない、その方が効率いいでしょ。無理だよ、お姉ちゃんにも4人も子供いるよね。一気に子供が4人増えるなんて無理。4人も8人も変わらないって。変わるから。だって桁は変わらないじゃない。そういう問題じゃないって。とにかく無理なものは無理だからね。うんうん、それ振りだよね。振りとかじゃないって。もう切るよ、子供たちにご飯作らなきゃだから。じゃあね。あ、ちょっと待って。まったく、お姉ちゃん何考えてるんだろう。きっとうちに住み込んで家賃代を浮かせて家事育児を私にやらせようとしてるんだろうな。お姉ちゃんは私と逆で浮気をして旦那さんに捨てられたんだよね。子供たちは旦那さんが引き取りたいって言ってたのに、お姉ちゃんは旦那さんへの嫌がらせのために子供たちを引き取ったみたい。それで働きもしないからお金がなくて困ってるようだ。そんな人と一緒に住むなんて絶対に無理。ただでさえ4人を育てるので精一杯なんだ。さらに4人プラス、いや、お姉ちゃんの面倒も見なきゃだから9人。そんなの無理に決まってる。あの子ったら話の途中で切りやがって。姉妹だし、シングルマザー同士だし、協力しようって気がないのかしら、あの白状者。お母さん、お腹すいた。ああ、そこにパンあるからそれでも食べてなさい。もう嫌だ、あいつを悲しませるために子供たちを引き取ったけど、そもそも私子供好きじゃないし育てるのは限界。そうだ、いいこと思いついた。お母さん、このパン腐ってるよ。じゃあないわよ。あ、大丈夫、そろそろ美味しいものお腹いっぱい食べられるようになるから。本当に？ええ、もちろんよ。その数日後、またお姉ちゃんから電話だ。きっとこの前の話の続きとかだろうな。ああ、めんどくさい。もしもし？何？お姉ちゃん。今日からよろしくね。え？今日からよろしく？
うん、子供4人と引っ越してきたのよ。え、子供4人と引っ越してきたって？そのまんまの意味よ。今あなたの家にいるから子供たち4人勝手に遊ばせてるわ。本当にうちに来たの？ええ、そうよ。鍵開いたから勝手に入ったの。これからよろしく。それ移動大変だったでしょ？は？かなりかからなかった？いや、大してかからなかったわよ。同じ町内なんだし。同じ町内？何言ってるの？私今ドイツにいるのよ。ドイツ？え？ドイツ？あ、うん、そうだよ。何変な嘘ついてるのよ。本当なんだけど、ほらテレビ電話にするね。え？ドイツ村とかじゃなくて？本当にドイツだって。ってお姉ちゃんドイツに来たわけじゃないの？じゃあどこに？あんたの家よ。私と住んでた前の家？え、嘘、そこに勝手に入っちゃったの？あんたが引っ越したこと伝えてないからこんなことになったんでしょ？いや、私のせいにされても。待って、じゃあこの家は誰の？私がドイツに行っている間他の人に家を貸してるのよね。確か最近火事で家が少し燃えちゃって建て直してる最中の父子家庭の親子が住んでるはずだけど。ああ、まあいいわね、そのまま一緒に住んじゃえば。ダメでしょそんなの。どうにかなるっしょ。じゃあね。あ、ちょっと待って、お姉ちゃん。ママ、冷蔵庫の中にあるケーキ食べていい？いいわよ。というか私も食べる。うーん、おいしい。ただいま。え、誰？あ、もしかしてここの住人？お邪魔してます。私たち今日からここに住むから。それ私のケーキ、帰ったら食べようと楽しみにしてたやつ。ん？ああ、いただいてるわよ。お近づきの証拠にもらっちゃっていいでしょ。うーん、本当に美味しい。食べ物の恨みは恐ろしいよ。バン。あれ？今なんか顔の横を通った？ママ！何よ。見て、壁に穴が開いてる。え？あんた、その手に持ってるのは拳銃？うん、そうだよ。こんな穴が開くってことは本物？もちろん、次は外さないよ。ええー、やめて。なんで、なんでこんな小さい子が拳銃なんて。バン！うわー、すごい。なんであんたまで拳銃を。あのね、タンスの中に入ってたの。はい？なんだなんだ、なんで銃声がしたんだ。うて、お前ら何してんだ人ん家で。というか拳銃持ってんじゃねえよ。ああ、返して。たく、隠しておいたのを見つけやがって。なんなの、なんで拳銃なんて家にあるの。ああ、それは俺がヤクザだからだよ。俺は噂組の組長なんだ。拳銃のことは黙っておけよ。ヤクザ？それよりお前、なんでここに。お父さん、拳銃貸して。仕留めてお腹をかっさばくから。あ、ケーキを救出しないといけないの。ああ、おい、拳銃返せ。覚悟して。バンバンバン。助けて。いや。追いかけっこ楽しそう。葵のやつに似てきたな。待て、止めねえと。私がドイツにいる理由、それはあの時社長に。本当に改善するの？はい。じゃあお子さんたちが大きくなるまでシュトーレンはお休み。もちろん育休の間も給料は出すよ。兄ちゃん、さすがナイスアイデア。いや、それはさすがに。じゃあクビにするよ。これは社長命令、どうする？そんな、ずるいですよ社長。レオンくん、ずるいの目。
そこはごめんなさい。でもストーレン、本当に会社のことはいいから。でもそれでお給料をもらうのは、家庭がまず第一。家庭がうまく回ってないと仕事でいいパフォーマンスなんて出せないから。ストーレンなら戻ってきた時に大活躍して休んだ分以上の働きをしてくれるって思ってるしね。実は前々からこういう制度を作ろうと思ってたんですよね。だから修華さんは第一号です。他の方たちが続けるよう思う存分お子さんたちと向き合ってください。そして帰ってきた時に子育てに頑張ってる社員さんたちがいたら力になってあげたり相談に乗ってあげたりしてください。ありがとうございます。ということがあり、私は今長期の育休を取らせてもらい、ついでに夢だったドイツへの移住をしてみたらと言ってもらい、今ドイツで暮らしているんだよね。そしてその翌日。もしもし、マモルさん、どうしましたか？ごめんなさい。え？シューカさんの家、いろいろあってボロボロになっちゃって。社宅ですし大丈夫なんですけど、もしかしてお姉ちゃんのせいですか？まあそんなところ、お姉さんが怒らせちゃいけない人を怒らせちゃって。すみません。で、今お姉ちゃんは？いろいろあってベーリング海域のカニ漁船に乗ってます。はい。ケーキを死ぬまで毎日おごるって約束してその人に許してもらったみたいで、その資金を稼ぎに行ってるんですよね。よくわからないけど、詳しいことは聞かない方がいいと思うんでやめときますね。うん、そうしてもらえると助かります。お姉ちゃん、一体何をやらかしたんだろうか。まあ気にしないでおこう。でも本当に今幸せだ。大好きな子供たちと向き合えて、大好きな場所で子育てできていることが、これもみんな社長や守さん、そしてうぐもりグループの皆さんのおかげ。必ず復帰した時にこの恩返しをしよう。本当にありがとうございます。社長、守さん、うぐもりグループの皆さん、そして10年後。早くしないと、早くしないと、保育園のお迎えに間に合わない。またミスしちゃった。木下さん、すみません。しゅうかさん、ミスしてしまって。この仕事は私がやっとくから大丈夫だから先に帰って。木下さんは時短取ってるでしょ。でも私の仕事だし。私もこうやって子供たちが小さい時は助けてもらったし、長期の育休にも入らせてもらったしね。今度よかったらそのことについて話すよ。とりあえず今は帰ってね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。よーし、やるか。じゃあこっちは俺やるね。俺はこれを。私はこれを。いや、私が。ありがとうございます。ちゃちゃっと終わらせちゃいましょう。